なのことちょっとでも心配させちゃったのかなと思うと申し訳ないんですけど、もちろん出ます、大丈夫です超元気、大丈夫。嬉しいな、 MC のことを褒めていただけるのは嬉しい。今日もさ、劇場のスタッフさんに、そう、MC どんどん成長していくねって言われて本当に嬉しかった。でも恥ずかしくて、そんなことないですよって言っちゃったけど、すごい嬉しかった、そうなの。だからまあ去年とか思い出すと、もう本当に緊張してて、特になんか全員 MC の時、全員いる時とか、そこで MC だと本当にもうなんかすごく緊張しちゃうんですよ、でも今日、今日は2期ドラの回しをやったんですけど、もう超楽しかった。全然緊張もせずいけたし、前のパートでもちょっとだけ回しやったんですけど、そうそう大丈夫でした。なんかそこは成長したなって思う。そう、私めちゃくちゃ緊張しいなのよ本当に、でね、今日いつもは私 MC するとき近くに時計を置いてて、いつでも時間を確認できるようにしてたんですけど、今日時計が近くになくって、あ、これやばいって思いながら、ニコ生のスタッフさん、カンペ出してくださるんですけど、そう、ニコ生のスタッフさんとこう協力し合いながらやったら、ちょっと押しちゃったかもしれないけど、ほぼ時間通りに行けたみたいで、あぶねえ、あぶねえと思ってましたそうそう、そんなね、幼かったっぽい、多分マネージャーさん曰く、今日は緊張しなかったです大丈夫でした、でもやっぱ、MC はね、いつだって緊張するけど、今日はいつもよりはって感じかな、でもすごい楽しかったかな。そう、公演もね、私は2部からだったんですけど、公演やっぱ楽しいなと思った、もう今日はね、レスしまくったよ本当に趣味レスだからさ私、そう、私はさ、なんかやっぱり、あ、ニコ生の話に戻るんだけどさ、そう、なんかやっぱああいう場所で、あ、萌えキュンゼリフの話なんだけど、胸キュンそうの話なんだけど、もうみんな絶対わかってるじゃん、私が真面目にできないこと胸キュン、そう、だからみんな予想してたと思うんだけど、なんか私は今こうやってね、見てくれてるみんなとか、七海推しのみんなにこう愛が伝わればいいかなと思ってるので恥ずかしかったの、ごめん。そう、ああいう場所ではちょっとできないです、でも私は七海推しのみんなには、私はどん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 甘えますけどねそう、ああいう場所ではちょっとね、恥ずかしかった、ごめん分かる、 7% だったら七海の7でさ、ちょっとついてたよねポジティブシンキング投票してくれたの、超ウケるんだけど、ありがとう。 7% あれ絶対もうみんなじゃんもうでも笑ってくれてたならよかったです、ラーメンネタ持ってきちゃったけどねまた、ありがとう。でも嬉しかったな、私コメントとか見てたんですけど、そう、ななみーとか、ななみちゃんかわいいってコメント見た、嬉しかった、ありがとう投票してくれて、ラーメンの後が問題、確かに
いや、やっぱね、なんかちょうどあれか、4年前昇格の発表があったのか、今頃。あの時と、4年前じゃない、2年前だよ 2年前だ、2年前の今頃、私たちは昇格の発表があったんですけど、なんか今日2期ドラの MC みんなでやるのめちゃくちゃ久しぶりだったんですけど、多分みんながいるの、なんかめちゃくちゃ楽しいって思った。本当に私 MC してて何にも不安要素がないっていうか、みんながめちゃくちゃ喋ってくれるから安心で、安心。そう、しかもなんか私はできるだけみんながこう目立てるようにというか、なんかみんながちゃんとこう会話に入れるように考えてたんですけど、いつも。でもなかなかできなくて、私ちょっとまだ力不足っていうのもあって、でも今日はそういうのも不安になる必要もないくらい、多分みんながいっぱい喋れてたと思う、みんなにちゃんとスポットが当たるようになってたと思うんですよ。そうそう、だからなんか MC とかもほっと、あ、全然緊張しない、心から楽しいって思えた今日。なんかすごいいつも楽しいのは当たり前なんですけど、その心のどこかでうまく回せなかったらどうしようとかいう不安があったんですよ、どうしても今までは。そう、でも今日は大丈夫だった、そういうのなかった。痛い、目がね乾燥するんですよ、ごめんね。そう目がめちゃくちゃ乾燥してる 今日は緑のニットでした、コーデ。あ、レス分かった、よかった、ほらちゃんと届いてた。いや、あのね、立ち見じゃない、立ち見の方も全然関係ないですか、どこにいても。私のレスは超届いててよかった、場所なんて関係ないので、本当に。そうそうそう、そうだよ、嬉しかった。今日は私推しじゃない方にもレスした、私服ハンギョドンかと思った、確かにハンギョドンみたい DMM にも来てた、よかった、カメラにできてた、ありがとう、よかった。あ、えちご、つぐつぐびっくりした、ですよね、そうなの。実は今日クリスマスソングを公演で披露させていただいたんですけど、クリスマスがいっぱいで、つぐみさんがサプライズで登場してくださったんです。もうね、私もう超嬉しくて、みんなの反応めっちゃ見てた ねえ、これみんな絶対嬉しいだろうな、ニヤニヤって思いながら ニヤニヤしてた。何人釣れたかな、今日釣れたかな、私みんなのこと そう、出演者に名前はなくて、でつぐみさんの、でもサプライズで来てくださったんですよ、嬉しかった、焦った びっくりした、そうなの、感動したって、泣いちゃったって、本当に、いやーもう素敵すぎるね、つぐみさんとファンの方の関係って、最高、私もそうなりたいって思いますよ、いつも泣けるって、本当だよね、そうなのよ。やっぱさ、その公演とか、まあこういう特別公演、まあ特別公演だったり卒業公演だったりは、その必ず全員が入れるわけじゃないからさ、そうそうそう、だからこう当たる方もいれば、その分こう外れてしまう方もいらっしゃるん
じゃないですか。そう、公園は、うん、だからさ、なんか私はなんだろうな、こうもっともっとみんなに愛されるようなアイドルになりたいし、そう、うん、みんなそれぞれ全員がそう、もう悔いのないように推し活みんなができるようにしたい。そう、もし最後でも、うん、私はまだまだまだ頑張る予定ですけど頑張りますけどねこのグループで、うん、そうって思うな、いつも、うん、いやもちろんまだまだいますよこれからですから、まだ叶えたい夢いっぱいありますから私。そうよ、ナナミ推しサンタからもっと愛をもらわないとね。うん、押し始めたばっかだよね。ありがとう、まだまだ押したい。いやもうみんながそう思ってくれてる限り私はずっといますもう卒業しないで、あのね、安心して、私のこと安心して、あの押しててくださいまだまだいるので大丈夫、まだやりたいこといっぱいあるから私。そう、初見です、ありがとうございます。初見さんいらっしゃいませ。こちら見ちゃおう、プロフィール、どのファンの方なんだろう。あ、ギフトありがとう、ありがとう、ギフトいただきました。生きてる限り押している、いる、うん、生きてるだけでファンさん何そのキャッチコピーみたいなやついいやんそれ、うん、みんなにまだ押してもらうよ、もっと押したいだって、嬉しい、ありがとう、だるまありがとう嬉しいな、幸せですよ、うん、ナナミがいないと私は無理なの。ねえ、本当？私頑張んないと。ありがとう。嬉しいよ。幸せだわ、私は。うん。頑張ろう。もっと公演出たいし。うん。あ、そうなんです。そう。告知忘れてた。そうなの、あの昨日かな、一昨日ちょっとテレビの出演匂わせたじゃないですか。そう、実はあのですね、ちょっと待ってくださいね、今年もギリギリです、超年末の12月31日にあの BSN さんの番組に出演させていただくことになりました。そう、なんと笹団子さんと共演させていただきました、嬉しい。そう、そうよ、決まりました。あのね、新潟で頑張ってる方のこう夢を応援するっていう番組なんですけど、あの帰りと一緒に出ます。あ、ありがとう、おめでとうって、みんなありがとう、嬉しい、嬉しいです。そう、帰りと2人でね、またお仕事させていただきました、うん、そうなの、あのね、もう、まあ、収録はもうしてきたんですけど、すごく勉強になったし、なんかこれ知れてよかったなっていうことばっかりだったので、うん、だからね、なんと12月31日と1月1日にどっちもナナミンをね、みんなにこう補給してもらえるってことでとっても嬉しいです。で、12月の31日 BSN さんで放送があって、1月の1日は NCT さんで放送があって、特番の放送があって、で、あの1月からお正月にとちおんがと一緒に撮らせていただいた
とちおんかとエチゴンと撮らせていただいた CM もあったりとか、なんかすごいこの年末年始もすごいなんか嬉しいなと思った。すごいなんだろう、なんでだろうってなんだろう、みんなのおかげだよ。うん、とちおんかの CM いっぱい流れるって、みんないっぱい流れるって、めっちゃ嬉しい、嬉しい、もうねすごいと思いますよ CM。 絶対喜んでもらえるみんな。そう、4曲、民放4曲あの CM は流していただけるということで、とちおん、どういう力ですか、もうすごすぎませんか。うん、いや嬉しいです。年末年始こんな幸せな年末年始ない、お正月みんなのおかげだからね本当に。でも今年はね本当に新潟でイベントとか、新潟のイベントとか新潟のテレビとか出演させていただくことが多かったんですけど、そうどうしても新潟の方以外、新潟以外に住んでる方だとこう放送されないところもあるじゃないですか、どうしても、だから新潟以外か。そうだから来年はね全国にもう羽ばたきたいです私。本当に県外のお住まいのななみ推しの皆様にもこうななみをお届けしたいから、だからもうあれだよね、すっごい大きな目標だけど、やっぱすっごく大きな夢だと東京、その全国のテレビ、全国で放送されるテレビとかかな。うん、そうとかですかね。さ、情報番組みたいな、バラエティみたいなのも出てみたいし、情報バラエティみたいな、そう、あ、いやいろいろ出てみたい番組はたくさんありますよ。うん、そうだからね、もっと頑張んないと。いや私全国区の番組に出られたらもうそれはとんでもない、うん、ことだと思います。そうでもここまで来れたのは本当にみんなが、てか今こうしてテレビとかラジオとかイベントとか出演させていただけてるのはもうみんなのおかげでしかなくて、私何もしてないんですよ実は。そうみんながこうおしゃべり会とかたくさん会いに来てくださるから、そうスタッフさんもきっとその結果を見てくれて、あじゃあって言って、お仕事とかこう託してくださってると思うので、うん、なんか私は本当に何もできてないんですけど、みんなのおかげなので、そう、それを無駄にしたくないんですね私は。そうそう、いや何もしてないわけないじゃないですか、みんなのおかげ。M1 しかって、それもお笑いになっちゃってるそれ。あ、音楽番組ね、音楽番組は出たいです。グループみんなの夢だと思うんだけどさ、いやいや結果出せてたら嬉しいな。うん、なんか来年もご縁を大切にしたいですね。これはお仕事でもそうだし、皆様でもそうです。なんかさ、ほんと些細なことでもご縁ってめちゃくちゃ広がるじゃないですか。例えばみんなの皆さんのお友達に紹介してくれる、
お友達に私のこと紹介しておしゃべり会来てくれるとかさ、そういうのもご縁だと思うし、お仕事でもそうですよ。あの毎回こうなんかさ、お仕事で関わる方とか、うん、なんかさ、どこに引っかかるかとか全然わかんないからさ、できるだけ爪痕残せるようにっていうか、なんでだろう、なんて言うんだろうな、次もまた呼んでもいただけるように、私は挨拶とかそういう基本的なことからこうしっかりしたいなっていつも思ってるから、なんかそういうのをこれから3期生後輩にも伝えていけたらいいなって思う。ちょっと背中で見せていかないとうんかな。ねえ、これからあの本当グループ引っ張っていきたいので、私、うん、真ん中で引っ張っていきたいので、うん、だから頑張るね、部長頑張ります。みんながついてるから私は大丈夫。わ、うん、かる。ゆうながさ、今日ニコ生で私に質問してくれたんだけどさ、もう超嬉しかった。疲れた時どうしてるのって、あ、かわいい。もうゆうなはね、本当にラーメン部めちゃくちゃ入りたかったって言ってくれてたから、そんなんさ、もういやもう私が決めることじゃないよあれ、正直もうラーメン部に入りたいって少しでも思ってくれてた時点でもうそれは入部決定だからこれからみんなで頑張っていこうねって思いですね。ラーメン部もっともっと盛り上がっていきますので、うん、いや、いくらでもおごるよゆうな、本当にラーメン行こうそう、ラーメンおごってあげたい。おごってみんな私におごって、そしたら後輩にもおごるから嘘です、嘘ですみんなにおごってもらおうそう、だからね、新しい LGT48 ラーメンも期待しててくださいね皆さん、はい、ということで、じゃあ今日はそろそろ30分経ったのでちょっと短いんですけど、そう、また配信します。明日配信します、絶対したい。であとクリスマスだもん、クリスマスはねしっかりとね配信していきたいので、明日も見てくださいね、よろしくお願いします。今日こんなに遅くて本当にごめんなさい。え、そうだよ、もう30分だよ、あっという間だよね。ありがとうございました。今日は遅くまでみんな付き合ってくれてありがとう。素敵なクリスマスイブになりました。じゃあ皆さんメリークリスマス、また明日ね、すぐ会いますまたね、ありがとう。